こちら浦安情報局、こちらの時間です。寒い日が続きますが、皆さんは風邪などひいていませんか？私は玄関を出るときに、今日も頑張ろうと気合を入れることにしています。気分の問題ですが、意外に元気になりますよ。元気に歩いていて見つけたのが富士山。舞浜護岸から見た富士山です。この日は風が強かったので、斜面を舞う雪も見ることができました。やっぱり富士山は日本一の山。とても綺麗で気持ちが洗われる思いがしました。では今回のこちらラインナップをご紹介しましょう。まずは市内の出来事を。続いて浦安田んぼ、海はゆりかご、冬の鳥たちをお送りします。では市内の出来事からご覧ください。1月12日には弁天ふれあいの森公園で、どんぐりや松ぼっくりを使った炭作りとネイチャークラフト。弁天ふれあいの森公園は防災備蓄倉庫をはじめ、災害時に飯盒炊飯ができる設備が備わっている公園です。その設備がいつでも使えるようにと、年に一度実際に利用するようにしています。今回のこのイベントは、公園で採れた自然の素材を使い、防災設備を運用しようと行われたものです。炭にするものは公園の植物、どんぐりや松ぼっくり、サザンカなどが炭になります。素材が決まったら、アルミホイルを敷いた缶に入れて火にかけます。あとはおよそ1時間待つだけ。炭が出来上がるまでの間、ネイチャークラフト。こちらの材料も公園で採れたもの。どんぐりや綿などを使って飾り物を作りました。それぞれ形が違う実などで工夫しながら作りました。オリジナルの置物が出来上がると、炭も完成間近。缶を冷ましたら出来上がりです。入る前より少し小ぶりになりますが、形はほとんどそのまま。綺麗な炭ができました。炭は脱臭効果もあることから、お部屋のインテリアとして飾るのにもってこいです。参加した皆さんはとても満足そうでした。1月13日には東小学校で消防出初め式。消防職員168人、消防団員161人、少年消防団員46人、事業所自衛消防隊員15人、総勢390人が参加しました。各隊入場の後は市長の式辞。市民の皆様からの信頼を得られる活動を続けられますよう、より一層の精進を期待しております。次は消防団長の挨拶。改めてその責務を 重くかみしめ、職務に邁進していかなくなりません。式典では県知事表彰や市長表彰など、消防活動に功績を残した方々や団体への表彰です。続いて受賞者代表の答辞。まず方々のご質問をいただきましたことは、私たち消防にとってこの上ない名誉を各国に伝えてあります。誓いの言葉、気持ちを新たにし、浦安市の安全安心を守ることを誓います。式典の後はアトラクション。東小学校吹奏楽部の演奏です。4年生から6年生までが
この日のために放課後を中心に一生懸命練習してきたそうです。東小学校吹奏楽部にとってもこの1年の最初の発表の場です。昨年4月に発足した少年消防団が出初め式に初登場。訓練礼式です。静か。次は昨年千葉県消防総合大会で優良賞を受賞した消防団第一分団によるポンプ車奏法。迅速かつ的確な動きは見る人を釘付けにしました。事業所自衛消防隊による屋内消火栓奏法。昨年の大会で優秀な成績を残した3つの事業所が訓練を重ねた成果を披露しました。最後を飾るのは消防署救助隊員による救助訓練。この訓練は高層建物で火災が発生し取り残された人を救助するというものです。はしごやロープを使い建物に侵入、救助者を救出し自分たちも脱出する救助隊員。会場からは大きな拍手が送られました。救助隊訓練を終了します。同じ12日には郷土博物館で正月遊びを楽しもうというイベント。これはさまざまな正月遊びにチャレンジし遊び方を覚えてゆっくり楽しんでもらおうというものです。視聴覚室ではすごろくやかるた、百人一首などお正月遊びの定番にチャレンジができました。結んで開いておにぎりできた。寿司屋の前では羽根つき、羽子板を使って羽を打つ遊びはバドミントンの日本版。魚屋の外では駒回し、火の駒はお正月の歌にも出てくる遊びの一つです。魚屋の中ではおはじきとお手玉、みんな上手にできるかな。漁師の家の外ではベーゴマ、男の子に大人気の遊びです。ここと呼ばれる樽に布を張ったものが戦いの場。数人で一斉に回し最後まで回っていた人が勝ちという遊びです。その隣ではけん玉。お皿に乗せるコツは玉を軽く上げることだそうです。面子は自分の面子を地面に叩きつけて相手のものをひっくり返したりする遊び。親子で挑戦です。豆腐屋の中では塗り絵やだるま落とし、このほかさまざまな遊びにチャレンジできた郷土博物館のお正月イベント。この日博物館に遊びに来ていた人は皆さん楽しそうでした。1月14日には東京ディズニーランドショーベースで成人式。この会場での成人式は今回で12回目。12人からなる成人式実行委員会が昨年の6月から企画した今年のテーマは花、過去を糧に輝く未来へです。そして1543今回浦安で成人を迎えたのは1543人。そして全国でも有数の出席率を誇る浦安の成人式は2回に分けて開催。あいにくの天気となりましたが1200人余りが出席しました。成人となられたことを心からお喜び申し上げます。
式典では代表者4人が壇上に上がり、成人としての抱負を漢字一文字にして披露、未来への意気込みを発表しました。ご紹介いたしましょう。新成人としての抱負を発表していただきました。ステージにはミッキーマウスをはじめディズニーの仲間たちもお祝いに駆けつけてくれました。そして1から20までのカウントアップです。久しぶりにみんなに会えて嬉しいです。大人になるということで、ちょっと社会に出て恥ずかしくないように大学で勉強したいと思います。素敵な看護師さんになりたいです。はい、恥をかかないような行動を取りたいと思います。責任自分で持てる年なので自立できるよう頑張りたいです。大人になるということで、大人になるそういう自覚を持って生きていきたいと思います。2回目の途中から雨が雪へと変わった今年の成人式、銀世界が広がるロマンティックな記念日となりました。大雪の中での成人式でしたが、皆さんは大人の自覚を持って社会に羽ばたいてくれることでしょうね。ところで地名には必ずその由来があります。堀江、どうしてこの名前が付けられたのでしょうか。いえ、知りません。あ、知らないです。はい、知らない。知らない、正直に答えて、うん、全く分かんないです。まあ、昔は堀江村だっていうのは聞いたことありますけど、その昔の詳しいことは知りません、ほとんどの方がご存じないようですが、実は鎌倉時代にはすでにこの辺りに小さな港があり、そこから堀江村と名付けられていたということです。今回の小浦浦安探訪はこの堀江地区をご案内します。清浄神社、旧浦和家とかですかね。浦和通り、では最も多かったフラワー通りからご紹介しましょう。フラワー通りを中心とした地区は長い間浦安一の繁華街としてにぎわい、かつては演芸場や映画館などがありました。今では当時をしのぶことはできませんが、漁師町浦安の歴史をとどめる場所として、また地元の皆さんの大切な生活道路として利用されています。フラワー通りの突き当たりにあるのが清流神社。昨年建て替えられた真新しい鳥居が迎えてくれます。本殿の前には一対の狛犬でも、これ獅子のように見えるのですが犬なんでしょうか。実は狛犬は獅子や犬に似た想像上の生き物、魔除けに使ったので狛犬、また朝鮮半島から伝わったため狛犬などとも書かれています。清流神社の狛犬をよく見ると両側とも親子、右側は子供を突き落とし登ってくるのを見守っている父親、左側は子供を抱きかかえ慈しむ母親のように見えます。この家族のほのぼのとした姿をぜひお近くでご覧ください。そして神社の一角にある
堀江水準氷石。川の水位を測るために明治5年に作られた日本最古の基準点の一つで、戦勝土木遺産にも指定されています。これは国内の河川管理や治水管理をするために政府が招いたオランダ人の土木技師リンドによって設置されました。そのリンド技師の功績を称え、平成21年に境川西水門広場に作られた記念碑。日本語とオランダ語でリンドの生い立ちや日本における功績が刻まれています。リンド技師はまた荒川に水位の基準面も決めています。この AP をもとにした TP は現在も日本の地図の高さの基準となっています。富士山はもちろん、全国各地の標高はこの基準で測ったものなのです。つまり堀江は近代日本の測量発祥の地とも言えるんですよね。このリンドの記念碑のある西水門は境川の最上流。実はこの境川には堀江と対岸の猫座根を結ぶ橋がなんと11本もかかっているんですよ。まず最初の橋が境川歩道橋。西水門ができるまではここが水門になっていたそうです。次が西境橋。この辺りは6人が乗り込んで漁をする船の船着き場になっていたため、6人貸しと呼ばれていました。宮前通りに架かる新橋。明治26年に作られた当時は浦安橋と呼ばれていましたが、昭和15年に葛西とつなぐ橋が浦安橋と名付けられたため、架け替えを機に新橋と改められたのだそうです。橋のたもとには町役場跡の記念碑が立っています。記念橋は大正天皇の即位を記念して作られた橋。補強にコンクリートを使いましたが、この辺りでは一番早いコンクリートの橋となりました。区画整理事業で昨年完成し、名前も新しくなった新中橋。新しい橋と道路の拡張、街の姿も大きく変わりました。近くには浦安初の和洋折衷の建物、浜の医院があります。江戸時代の天保年間に架けられた浦安で一番古い橋、境橋。欄干には漁師町浦安の写真が飾られています。この橋は近くの東岳寺に亀乗り薬師像が祀られているため、薬師様の橋とも呼ばれています。江川橋。上流には川沿いの歩道、公園は工事中。ここにも新しい風景が生まれます。かつてはここまでを境川、下流を江真っ赤と呼んでいました。下流は川幅がぐっと広がります。近くの豊受神社を神明様と呼ぶことから作られた神明橋。江川橋の架け替えの時に作った仮の橋がそのまま残されたものです。潮風歩道橋。 1.8 キロの潮風緑道はここから始まります。暖かい日にはお散歩が楽しめますよ。次が曙橋。
東水門に隣接する曙歩道橋が今回の終点。両岸の桜も育ち、春には美しい水辺の風景が楽しめる境川です。今回は堀江地区のほんの一部のご紹介でしたが、橋にも橋のたもとにも見るべきもの、知るべきものがたくさんあります。橋をめぐって浦安の歴史の1ページを紐解いてみませんか。街を歩いてみるといろいろな発見がありますよ。ぜひお出かけになってみませんか。では続いて海はゆりかごをご覧ください。皆さんは最近三番瀬をご覧になりましたか。風が穏やかな日には海のあちらこちらにたくさんの鳥たちがやってきます。一心不乱に餌を食べている鳥たち。のんびりゆったり目を閉じて気持ちよさそうに水に浮かんでいる鳥たち。その姿は様々ですが、どうしてこんなにたくさんの鳥たちがやってくるのでしょうか。その答えは、三番瀬の遠浅の海が鳥たちにとってはとても魅力的な場所だからです。魚介類の産卵場所になっているため、多くの魚、エビ、カニなどが集まり、砂地には貝やゴカイなどの生き物、そして水の中にはプランクトンや海藻など、三番瀬は絶好の餌場なのです。つまり三番瀬周辺は鳥たちの貴重な生息地。89種類が確認されています。もちろん四季折々の渡り鳥たちの中継地にもなっています。この時期は子育てを終えた鳥たちが越冬場所としてやってきます。ここで餌を食べてゆっくり休み、春になると再び北の国に帰っていくのです。ではこの時期に一番多いカモの仲間を中心に、浦安周辺で見られる鳥たちをご紹介しましょう。この大きな群れはスズガモ。飛ぶときに鈴のような音を出すため、この名前が付けられています。水に潜って貝やエビ、カニ、海藻などを食べています。名前の通り、他のカモより一回り小さめのコガモ。ハトと同じくらいの大きさです。日本で最も普通に見られるフドリガモ。羽の色がちょっとおしゃれですね。ピーッと強い声で鳴きます。尾羽がスッと伸びて、さらにおしゃれで優雅に見えるのはオナガガモです。魚を捕る潜水名人カイツブリ。同じく潜水名人のカンムリカイツブリ。長い首と頭の冠が特徴です。風の強い日、鳥たちは川や草の茂った水辺に避難します。草むらなら敵に襲われることも少なく安心ですよね。ちょっと覗いてみましょうか。
目が金色で背中が黒、脇が白、色味をそのまま名前にした金黒羽白です。ピンと跳ねた後ろ髪が素敵ですね。餌はエビやカニ、海藻など、日中に水に潜って取っています。そんな金黒羽白との争いを避けるためか、夜に餌を取るホシハジロ。食べるものは金黒羽白とほとんど同じです。昼は水に浮かんでのんびりゆらゆら。でも油断はできません。敵はオオタカやチュウヒなどの猛禽類です。茂みの中にいても猛禽類を見つけるとすかさず水に潜ります。ああ助かった、そんな声が聞こえてきそうですね。パンダに似た鳥を見つけてください。ミコアイサです。この鳥は警戒心が強く、あまり近づけません。サングラスをかけているようにも見えますね。鋭い目、しゃもじのように広がったくちばし、ハシビロガモです。泳ぎながらプランクトンや草の種などの餌をこし取って食べています。でも食べているのでしょうか。アヒルの祖先と言われているマガモです。古代エジプトで飼育されていたというマガモ、オスはその色からグリーンヘッドとも呼ばれています。赤い足と赤いくちばし、冬羽になったユリカモメです。こんな群れでいることも多いんですよ。こちらはそんなカモメの仲間、セグロカモメです。セグロカモメは地中海から中央アジアの湿地帯などに生息する鳥、冬は太平洋沿岸までやってきます。そしてコサギやチュウサギ、アオサギなどサギの仲間。眠っているのでしょうか。じっとしているのはアオサギです。大忙しで動き回っているのはカマシギ。ゴカイやカニなどを探し、細長いくちばしでつつきながら食べています。鳥によって餌も食べ方もいろいろなんですね。皆さんも双眼鏡などを持って冬鳥の観察に出かけてみませんか。お近くでご覧になりたい方には葛西臨海公園や行徳の野鳥観察車などがおすすめです。ホームページなどで確認してお出かけください。次回は市内の出来事、みんなの幸せのために社会福祉協議会などをお送りします。火事のニュースが連日のように報道されています。空気が乾燥しているこの時期、火災にはくれぐれも用心してください。特にホコリが溜まっているコンセントから出火するトラッキング火災も多いといいます。ご家庭のコンセント点検してくださいね。それではまた。